めてのスタート、スタート。何をやるんですか。どっかに行ってんだね。まあ、この辺はいいよね、静かだし。今のところ暴れる感じは。お、なんだ。めっちゃ重たい。ほら、白鳥さんが。どうしたの？よいしょ。いいね。初めてのお散歩。ほんと、早っ。おトリミング飛んでくるよ。トリミング太郎。ちょっと車の音にちょっと微妙に反応。あー、ちょっと道路に出てきましたよ。なんかそういえばお外でも普通になんかおやつを食べるかどうかっていうのも、多分それでも平然として食べれるのはなんかいいみたいなね。やってたよ。キョトンとしてるけど、キョトン。あ、来ました。全然大丈夫そうです。うん、今のところはね、だって初めてだから。何？キョトーンみたいな。ここどこみたいな。全然じゃん。やっぱ車気になるんだね。うん、だって音が。今のところはいいんじゃない？めっちゃドアップ。めっちゃドアップ。結構しんどいぞ、これ。首が。襲ってるもん、こうやって。4キロじゃないな、3キロ超えたんじゃないか。ファン。お、ちょっとなんか動き出した。どうなる？お、お、ちょっと嫌気がさしてきました。トイレ？ん？トイレ？トイレとかでちょっと嫌気がさしてきました。これはもう布で洗えるので、おしっこしちゃっても別に。確かに。いいですけど。うん、おうねー、うん。よし。あれ、食べるね。平気そうだな、あんた。全然大丈夫。うん。平気そうだね。緊張してるとかじゃなくて、まだ初めてだ。
やっぱ10分ぐらいとかがいいんだろうな。ね。やるか。ちょっと落ち着きがなくなってきました。動きたいねよ。出たい。出たいねよ。拘束されるの嫌なのよ。ね、あと2週間待たないとな。うん、2週間、うん、2週間じゃないでしょ。あと2週間でしょ。だって2回目のワクチン打ってからでしょ。だからあと2週間ぐらいです。緊張全くないな。お鼻も濡れてますね。大丈夫そうです。めっちゃ重くて首が痛い。なぜそこは手出ちゃうんだね。手出ちゃうのね。大丈夫かな。あまり丸まってても良くないんだね。マスク気になる。そりゃそうだよね。いつもしてないから。えい、カメラ目線は相変わらずですか。何ですか、ね、何ですか外の空気は。ん、散歩楽しそうだね。できたらね。カメラ目線。